刑法39条1、心神喪失者の行為は罰しない。2、心神耗弱者の行為はその刑を減刑する。先日この条文が適用された結果、5人もの被害者を出した犯人が無罪放免となった。犯人はどういう人間だったのか、なぜこんなことをしたのか、知っておいてもらいたい事件です。それではどうぞ。2017年神戸市北区の住宅で高齢の男女2人が何者かに襲われた。また近くで別の女性が血を流して倒れているのも発見され、目撃者は最初命からがら逃げてきた女性を見て交通事故に巻き込まれたのかと思った。駆け寄ると涙ながらに息子に金属バットで襲われたと話した。家にはまだ父と母がいる。助けてと目撃者に110番を頼んだ。最終的に被害者の数は5人。運悪く偶然顔を合わせた者も含まれており、2人が重傷を負い、3人は息を引き取った。警察は凶器を持っていた26歳の男竹島かなみを逮捕した。竹島かなみは小学校低学年頃、両親の離婚を機に神戸市北区有野町にある母親の実家で祖父母と暮らすようになった。祖父は元消防署署長でとても勤勉な性格。祖母とも仲が良く、両親の離婚もまだ把握できない年齢で急に父親がいなくなって戸惑っていた竹島は、祖父母のおかげで礼儀正しく真面目に一生懸命頑張るようになった。地元の中学校に通うようになると陸上部に入部、先生や同級生からの評判も良く真面目な生徒だった。勉強もしっかりやっており、クラスでもトップ、高校も難なく合格した。事件を知った中学校の関係者は生活に困った様子も、家族でトラブルになっている様子もなかった。なぜこんなことになったのか、勉強ができて他のクラスでも一目置かれるような優等生、問題行動やトラブルもなく、卒業後は理系の名門で知られる県立高校に進学したと思う。あの子がまさかと戸惑いを隠さなかった。高校はゲームが好きだったこともあり、高専の電子工学科に進学。しかし高専では周囲に溶け込むことができず、大手の鉄道会社に就職内定が決まっていたにもかかわらず中退してしまう。その後物流会社に就職するも自分に合わなかったのか退職している。しかし竹島は腐らず、もう一度コンピュータやプログラミングの勉強をするため神戸電子専門学校に入学することを決意。ここは水があったようで、竹島は一層勉強を頑張り、デジタル技術検定試験で表彰されるほど頑張った。これは神戸電子専門学校のサイトで確認できたが、事件後は削除されている。これらの実績もありシステムエンジニアとして就職するが、社風が合わなかったのか、思っていたのと違ったのか、すぐに辞めてしまう。先輩とのコミュニケーションを取るのがとても苦手だった。再起したのにまた仕事を続けられなかったことで心が折れたのか、職場を辞めてからは自分の部屋に閉じこもり外出することもほとんどなくなった。いわゆる引きこもりである。そんな竹島に祖父は見るに見かねてさまざまな仕事を紹介する。だが竹島は首を縦に振らず、仲が良かった祖父母とよく言い合いになるようになった。竹島かなみはもともと真面目な性格であり、どうにかしなければならないと思う反面、祖父らから小言を言われるのが相当に応えていたのか、2017年7月16日早朝、祖父をバットで襲ってしまう。騒ぎを聞きつけた母と祖母が制止しようとするが、バットを持った竹島にかなうはずもなく、自暴自棄になった竹島は近所の T さん、早朝散歩で通りかかった M さんも襲った。
そして祖父母と T さんが命を奪われ、竹島の母と M さんは重傷を負った。近くにいた別の目撃者は、田んぼに水をやろうとしてたらギャーという悲鳴が聞こえて、なんやと思ったらバットとナイフを持った犯人が出てきた。威嚇してくるでもなく無表情で追いかけてきた。凶器を持ってるし振り返らずに逃げた。近隣の家に助けを求めていたら、こちらには小泉神社の方へ警察が来て逮捕されたと顛末を語った。竹島自身は引きこもっていたこともあり、近隣住民には顔が知られていなかった。逮捕後の竹島は取り調べに対し、思っていたものと違い面白くなかったと職場や学校での不満や劣等感を口にしたとのことだが、5人も襲うほどのものかと警察は首をかしげた。またこれだけのことをした割には、パソコンやスマホにも事件を予兆させるような書き込みはなく、前日もただただ引きこもっていただけのことから計画性は薄かった。また神社に向かったことに関しては、神社に行けばアイドルに会えるというお告げがあったと発言。取り調べでは動機は全くつかめなかった。真相の解明は裁判に委ねられた。裁判にて竹島が事件前夜に、この世界の人間は君と私以外哲学的ゾンビなんだよとする知人女性の幻聴を聞き、神社に来てくれたら結婚するとの声を聞き、ゾンビを倒して女性と結婚すると決意して事件に及んだことに、裁判上の争いはなかった。善悪を判断し行動を制御する刑事責任能力があったかどうかが争点で、検察側は心神耗弱にとどまるとして責任能力は失われていないと主張。弁護側は責任能力はなかったとして無罪を訴えた。そして精神鑑定の結果も吟味され、2021年11月4日下された判決は無罪。裁判長は被告は心神喪失状態だった疑いが残ると述べた。そして無罪にはなったが、取り返しのつかないことをしてしまったことには変わりはない、そのことを忘れずに病気の治療に当たってほしいと説諭した。無罪判決が言い渡されると傍聴席からは怒号が上がった。傍聴に来ていた遺族の一人という男性は報道陣に驚きで何も言葉が出てこないと話した。他の遺族の方はただただ絶望しています。何の罪もない3人が無法に命を奪われたのに、犯人は法律で命を守られたことには到底納得ができません。私たちと同じような思いをする人がいなくなるよう、責任能力という制度と運用を見直すきっかけにしてほしいとのコメントを出した。ああ心神喪失であれば人の命を奪ってもいいのかと国民に思わせるだけの判決である。無罪、つまり竹島かなみは罰を受けることはない、とりあえず治療してねというのが司法の判断であるということである。遺族でなくとも言葉が出ない。心神喪失であれば罪には問われないという事実が広まり、模倣犯が出てしまえば自分の身も危ない。刑法39条の改正を望む。